はい、どうもゴーヤンです。本日はですね、オルタンシアサーガのセレクションガチャを気まぐれで回していこうかなと思います。今回のラインナップは残属性がこんな感じ。狙いとしてはレオン、ベアトリス、突属性がレティシア、打属性がアーロン、レア、炎属性がラクロワ。当たり狙いでガチャを回したいんですけど、石は使いたくないので、今残ってるね、このチケットでガチャを回していきたいと思います。まあ50チケットがね2枚あるんで、1体はね SSR が出てくれるんじゃないかと願いまして、出なーい。 50% ですよ。 50% 普通出るでしょう。やべえ、これはひどいな。いつも普通のガチャはね、なかなか引きいいんですけど、でね、プレミアム50もね、今までは多分8割以上でしっかり SSR 引いてるんですけど、まあ、気まぐれはダメなんですかね。これひどいですね。52枚と31枚で SSR なし。いやー、なかなかひどいですよ。ハイプレミアムでは、レア。いやー、ひどい。あとはね、ひたすらプレミアムチケットを使っていきたいと思いまーす。ちょっとね、流れがもしかしたら、良くないかもしれないんで、あんなね、50チケット2枚使って2枚とも SSR じゃないっていうのは、相当ひどいですよ。過去にないですね。そんなひどいこと。プレミアムもだいたい10回ぐらい引いたら1枚は出るんですけど、やっぱ時間帯とかあるんですかね。夜中より昼間の方がいいとか。あ、全然その可能性ありますよね。いや、これちょっとひどいな。もはやレアしか出る気がしないですけど。まあ関係ないかもしれないですけど、やっぱりその期待したりとか、いらんこと言ったりとかすると、出ないもんなんですかね。もう惜しくもないですもんね、演出が。いやー、果たしてこれ出るんですかね。あとはね、このセレクションガチャって、今まで来てても、一回も回したことないんで、もしかしたら、このセレクションガチャ自体が結構厳しめの、辛めの、感じに設定されてるのかなっていう、気もしなくはないですよね。だって普通のガチャやったら一応ね、全キャラ対象なんで、その分、SSR の数も多いじゃないですか。でも、セレクションガチャは出る SSR がちょっと確率上がってるけど、数が、どうしても、限られてるんで、その分むしろ逆に出にくいみたいな可能性、ありますよね。
これやばいな。使い切っても出ない可能性ありますね。いやーこれはひどいよ。過去に類を見ないひどさ。いやあ、1枚ぐらいは、1枚っていうか、1体ぐらいは、出てほしいですけど。引きが超絶弱いのか、何が悪いのか。いつもと普段と違うことは何なのか。気まぐれとか言ったから、怒ってるんですかね。いやーもう20回回しましたよ。今んとこほぼレアしか出てないですよ。いやー何より50ガチャ2連外れが痛いなー。精神的にショックですね、やっぱり。これマジかー。もうでも後に引けないですからね、ここまで来ると。何枚かだけ残してもしょうがないんで。せめてねー、外れるにしても SR がいっぱい出てくれたら、エクストラガチャに回せるんですけど、レアだとねー、まあもちろん回せるんですけど、増える割合が少ないですからね、どうしても。うわ、結局出ず。マジですか。いや、SSR 一体も出なかったですね。ひどいですよ、これ。ほんまに言うてます？まあ、3% やから、確かに、厳しいっちゃ厳しいですけど、いやー、ショックですね。とりあえず、引いたやつを、一旦全部、交換してみます。はい、整理をね、終えまして、99.8% やったんですけど、もうね、もったいないですけど、まあ、もしかしたらね、出るかもしれないんでっていうことで、もう石5個使って1回ガチャしました。そしたら見事にレアやったんで、外れでね。早速、それを入れまして、ギリギリ 100% 超えましたので、ピックアップガチャをね、EX ガチャをね、回してきたと思います。あまりにもひどかったんでね。まあ、この中、噛んだ。この中からね、確実にどれか一体が出るというね、ガチャを回していきたいと思います。まあ、どれが出てもいいです。基本的には、2体を除いて、覚醒用ですね。あと2体はグランクロア用です。よし、ジルベール、いいですよ。オッケーです。これでとりあえず ジルベールをひっつけて、レベルがね、99に上がるようにしたいと思います。商人である私には過ぎたる力
からですが、本当に感謝の言葉もありません。地球レベルは残念ながら上がらずということで、全てにおいてすごい残念な結果となってしまいましたけども、まあこんなもんといえばこんなもんですかね。いつもは引きが良すぎたといえばそれまでなんで残念でしたけど、まあ仕方ないので今回の動画はここまでにしたいと思います。皆さんもね、チケット持ってる方はね、大事に取っておいて、コラボとかのタイミングで弾くのも全然いいと思いますし、まあ好きなね、キャラとか欲しいキャラが出た時のセレクションとか、ピックアップとか、いろいろね、もろもろチャンス上がってる時に弾くのもいいかと思います。今回ね、確率アップしてるキャラ結構欲しいやついたんで、チケット全部使い切ったんですけど、まあこういうこともありますよということで、参考にしていただけたらと思います。参考にはならんか。ということで、こちらの動画は長くなってしまいましたけど、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。少しでもいいねと思っていただけましたら、いいねボタンを、他の動画も見てみたいかな、見てあげてもいいかなと思っていただけましたら、チャンネル登録の方をぜひともよろしくお願いいたします。それでは。